私のチャンネルへようこそ JBN1 ビュー。思わぬ追い風に、つらら演じる黒島ケツナもびっくり。ヒロインがキンプリファンを大興奮させた、金言とは？平野紫耀主演、クロサギ、ヒロインがキンプリファンを大興奮させた、金言とは？キング&プンス平野紫耀、クロサギ、打ち切りが不安視されるわけ。第4話にラスボス登場で、間もなく最終回のよう。キング、リンチェの平野紫耀が主演するドラマクロサギの第4話が11月11日に放送され平野の強運ぶりに驚きの声が上がっているらている。このドラマは詐欺によって家族を失った黒崎隆史郎、平野が詐欺師を騙す詐欺師イコール黒詐欺となり、壮絶な過去にもがき苦しみながらも詐欺師たちに立ち向かっていくストーリー。第4話では、黒崎が白石、山本浩二から得た情報を元に葛城、三浦智和に黙って三木本、坂東屋十郎の会社に接近。黒崎は独断で三木本を食うと決め、両者がついにそうまみえる。黒崎はなぜ自分の父親が狙われたのか、なぜうちの家族だったのか、長年聞きたかったことを三木本に問いただす。そんな釣り堀でのシーンでは、撮影時に平野が餌もつけずに垂らしていた釣り竿で魚を釣り上げたそうです。これにはスタッフも驚き、口を揃えて、さすが持っている、と感心する一幕もあったのだとか。ラストシーンでは、三木本への復讐を果たすために上海に向かうことになった黒崎。そんな彼に対して、アパートの隣の部屋に住むヒロインの吉川つらら、黒島決裁が、もしこの先、私が検事になる日が来ても、あなたが警察に捕まっても、もしあなたが遠いどこかを行っちゃっても、あなたのことを気にしている人間が少なくても、一人はここにいる。あなたは一人じゃないから、と伝えるシーンに、平野ファンからは、つららちゃんの最後のセリフが今ティアラ、キンプリのファンから、キンプリに伝えたい思いすぎて涙出た、つららちゃん、黒崎を孤独から救ってあげて、といった声が寄せられている。キング、リンチェからの脱退退場が発表されて動揺するファンにとって、つららのセリフは金言そのものそのもの。番組スタート当初は、二人の恋愛フラグに違和感を覚えていたティアラの好感度も、これで爆上げ間違いなしではないでしょうか。キング&プンス平野紫耀主演ドラマ、クロサギの第4話が11月11日に放送され、平均世帯視聴率が 6.9%、ビデオリサーチ調べ、関東地区以下同を記録。第3話の 7.5% より 0.6 ポイント下回り、自己最低となってしまった。キング&プンスは今月4日、岸優太、平野紫耀、神宮寺勇太が来年脱退し、ジャニーズ事務所も退所すると発表しました。第4話はその発表後、初の放送。注目度は高かったはずですが、視聴率は振るいませんでした。同名漫画、小学館が原作の、黒詐欺は、詐欺によって家族を失った黒崎隆史郎、平野が人生をかけて詐欺師に立ち向かっていく物語。2006年にも当時ジャニーズ事務所に所属していた山下智久の主演で連続ドラマ化、08年には劇場版も公開された。同作は第1話が 9.2% を記録。ジャニーズがメインで出演する今期民放ドラマの中ではトップ発進となりました。しかし、主演川口春奈の相手役をスノーマン目黒ハスが務めるサイレントは第5話と第6話で 7.9% の自己最高を記録しており、全話平均視聴率で抜かされる可能性もありそうです。とはいえ、見逃し無料配信動画サービスTVR では好調な、クロサギ。お気に入りする派11月16日現在、以下同、90.1 万人と検討している。お気に入り数が 223.7 万人と驚異的な数字を叩き出しているサイレントには遠く及ばないものの、クロサギの90万人は、吉沢明主演、P
ピクー小児集中治療室 80.2 番人、野平異性ジャンプ山田涼介主演、親愛なる僕へ殺意を込めて 71.7 番人、共にフジテレビ系、上回っています。ネット上では、クロサギが、しおくんの演技を見る最後の機会になるかもしれない、と危機感を募らせるファンもおり、今後、さらに注目を集めそうです、どう？しかし、ネット上では、放送回が少ないのではないか？と不安を口にするファンの姿が見られる。というのも、第4話では、黒崎が詐欺師白石陽一、山本浩二から得た情報をもとに、かつて父に詐欺をかけた三木本、坂東彌十郎の会社を調査。すると、思わぬきっかけで三木本へつながる道が開けることとなりに、ついに黒崎は6年ぶりに宿敵三木本と再会するという展開だったが、第4話にして主人公がラスボスに行き着いてしまったため、展開早くない？黒詐欺って全何話なの？予告映像が次回最終回みたいな雰囲気だったけども終わるの？と困惑する視聴者が続出。中には、打ち切りじゃないよね、と不安視する人も散見されます。確かに、公式サイトに掲載されている第5話のあらすじにも、黒崎の復讐劇は怒涛の結末へ、とあり、まるで間もなく最終回かのような印象です。平野の脱退退場発表後、視聴率がダウンしてしまった黒崎。すぐにでも最終回を迎えそうな雰囲気を醸しているが、果たして、丸私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために私のチャンネルを購読してください。最後まで読んでいただきありがとうございました。